ここからのお時間は、開発組織を急成長させる AWS、 オプトテクノロジーズの歩みと AWS 活用と題しまして、株式会社オプト CTO 平岩二郎様にご講演いただきます。では平岩様、お願いいたします。どうぞ拍手でお迎えください。こんにちは。開発組織を急成長させる AWS オプトテクノロジーの歩みと AWS 活用ということで発表させていただきます。はい。今回の目次なんですけども、まず私の簡単な自己紹介と、多分オプトっていう会社ご存じない方が多いと思うので、オプトのご紹介、そしてオプトテクノロジーのご紹介をさせていただいた後に、オプトテクノロジーとオプトという会社がですね、 AWS を使って、どのように、プロジェクトをやってきて、どのように開発組織を発展させてきたかというのを、ご説明させていただければと思います。で、その後に、主題である、AWS を使うと開発組織にこういう影響があるよというのを最後にご説明させていただければと思います。はい。ではまず自己紹介なんですけども、私ですね、平岩二郎と申します。株式会社オプトで CTO 兼テクノロジー開発部という、開発系の部署の部長をさせていただいております。好きな、かっこ嫌いな AWS プロダクトっていうのなんですけど、 Amazon DynamoDB が好きなんですけど、ちょっと愛憎を入り混じってる感じで、思っております。これについては後ほどご説明させていただければと思います。あと右下に、なんかよくわからないバナーがありますが、アドテクおじさんのお悩み相談室というものなんですけど、こちらですね、弊社ウェブ系の企業にありがちなように、技術ブログオプトテクノロジーズマガジンというのを、やらせていただいているんですけども、その中で私アドテクおじさんのお悩み相談室という、ちょっと技術の皮をかぶったおふざけコンテンツ的なものをやらせていただいてまして、それ のバナーになります。これは社員 の女性の方に似顔絵を描いていただいたんですけども、このブログ自体は、弊社のオプトテクノロジーズのエンジニアが、いろんな技術記事を、書いてまして、特にスカーラとか、アドテクとかに、興味ある方は、参考になることもあるかもしれませんので、ぜひ見てみてください。では、私の紹介は、そこそこに、株式会社オプトとオプトテクノロジーのご紹介をさせていただければと思います。株式会社オプトですね、 e マーケティングカンパニーとして広告主のデジタルマーケティング活動を支援していますとあるんですけども、平たく言うとインターネット広告代理店です。インターネット広告に特化した広告代理店で、インターネット広告を打つことによりお客様、さまざまな企業のビジネス的な課題解決をするということを生業にしています。で、インターネット広告を使っているので、マーケティングの知見とテクノロジーを掛け合わせるということを、ミッションの一つにしてまして、その関係もあって2016年4月にオプトテクノロジーズというものを発足しています。これについてはこの後ご説明差し上げます。で、一応、オプトのこと前から知っている方のためっていうところもあるんですけど、オプトはですね、2年ぐらい前にホールディング化しまして、株式会社オプトホールディングというのが上場企業になってます。その、グループ企業の中の代理店機能を持っているのがオプトですね。はい。で、オプトテクノロジーズというものなんですけども、これは何ぞやというと、これは株式会社オプトの中のエンジニアの仮想組織になります。私自身テクノロジー開発部というところを監修してますけども、開発部が仙台と東京にあって、それを束ねたものが、オプトテクノロジーズという形になってます。で、2016年4月に正式発足してまして、アドテクノロジーによりマーケティングテクノロジーを推進とあります。で、広告関係だけではなくて、新事業系の開発も、少しずつやり始めているといったものです。で、この右の方の写真はですね、これはポインターって出てる、出てるですね、去年社内の表彰でチーム賞というのをオプトテクノロジーズとして撮らせていただいた時の写真ですね。私は右上の方でちょっとつけ麺屋の店主みたいな感じで、いるんですけども、そういう感じでやってます。で、なんでオプトテクノロジーズを作ったのかというと、大昔はですね、もともとインターネット広告を売ってる会社なので、
まあ、営業が多いんですけど、広告効果測定ツールみたいなものも内製してたんですね。ただ、ここ数年は、まあ、割と外注化が進んで、一方で、まあ、社内にノウハウがたまらなかったりだとか、あとはまあ技術的な課題ですね、慢性的な技術的な課題を抱えて、ビジネス的にまあ身動きが取りづらい状態になっているっていったことがありました。でそういった問題があったので、もう一回内製文化であったり、エンジニア組織を作ろうということになって、それもまあ、なんて言ったらいいんですかね、まあ、インスタントなものではなくてエンジニア文化を含めて、骨太のエンジニア組織を組成して、まあ、競合優勢性を取り戻せと、まあ、競合優勢性とかめちゃめちゃ噛みましたけども、という形で、やらせていただいてます。でオートテクノロジーズというものを作ってどういうことが起こったのかっていうのを、簡単にご説明させていただければと思います。でエンジニアの数ですね、まあ、インテグレーション事業をやられている方、事業者さんからすると人数的には全然少ないんですが、オプトテクノロジーズを始める前の2015年4月頃には15人ぐらいでした。それが、始めて、約1年ぐらい経った時ですね、70名ぐらいまで増えてます。で他にはディスプレイの数ですね、これは結構伝わりづらいやつだと思うんですけど、まあ、エンジニアは2枚以上ディスプレイを使う人が多いので昔はまあ35枚ぐらいだったのがまあ2倍以上になってますと。オプトテクノロジーズ開発部がある区域は何ですかね、ディスプレイがいっぱい並んでるので、まあ、他の営業の方とかから見るとなんかあそこだけ雰囲気違うなみたいな感じがあったりします。でこれもまあ開発系の話なんですけど、GitHub 上のレポジトリの数、GitHub ご存知の方も多いと思いますけど、ソースコードを管理するサービスですね。その中の、まあ、ソースコードを管理する単位である、レポジトリの数なんですけど、2015年始める前は20ぐらいだったのが、オプトテクノロジーズをやったことに、よりに132まで増えています。これは、まあ、プライベートレポジトリっていう公開してないものも含むので、まあ、ちっちゃいものも多かったりするんですけど、まあ、結構増えてますと。で、結局プロダクトはどんくらい増えたのかっていうことになると、始める前は4個で今は、これも社内向けのものも含めなんですけども12個まで増えてますという形で、オプトテクノロジーズっていうのをやって、こういう感じで変わってきたよっていうのを、まあ、数字で、簡単にご説明させていただいたんですけども、オプトテクノロジーズが、どのように歩んできたかっていうのを、まあ、ヒストリカルに、ご説明させていただければと思います。で昔はですね、私はオプトのという会社のグループ会社で、DSP というものを開発してました。まあ、DSP って何ぞやっていう方多いと思うんですけど、DSP というのはデマンドサイドプラットフォームの略で、広告主のためのシステムですね。で DSP から、まあ、RTB というものを介して、すごいこのそうですね、まあ、広告を入札して広告を表示させるみたいなことをやるんですけど、DSP の説明はこの後ちょっともうちょっとしますけども、まあ、DSP をカスタマイズして作って納品するみたいな会社をやってました。で、DSP 時代はですね、まあ、今日 AWS サミットということでお話しさせていただいてますけども、だいぶオンプレ志向だったんですね。DSP っていうのは広告入札を行う仕組みで、この図でいうと、まあ、この辺りになるんですけども、入札サーバーがあって、こっちはまあデータを集めるサーバーですけど、入札サーバーから SSP、サプライサイドプラットフォームという、広告面の枠の方を管理する仕組みですけど、そこに対して、リアルタイム入札をしていきます。でここのリアルタイム入札のところが、ラウンドトリップタイム、行って帰ってくるまでの応答時間が100ミリセック以下、という規定があることが多くてですね、まあ、100ミリセックは大って書いてますけど、100ミリセックを超えると、入札に参加すらできないという仕組みなんですね。なのでだいたい100ミリセックっていうと、まあ、日本国内だとネットワークレイテンシー、ネットワークにかかる時間が50ミリセックぐらいなので、計算に使える時間は50ミリセックとなります。なので計算に一つのアクセスに、リクエストに対して使える時間が短いと、低レイテンシーなシステムを求められるということがあったり、広告配信なので、まあ、それなりに規模の大きい配信をしていくので、費用面でもクラウドは不利だったりだとか、あるいは、まあ、そういうことがあったので、国内の DSP 事業者さん何社かいらっしゃいますけども、
そちらで、クラウドを使って DSP を作っているよというところは、当時ほとんどなかったと思います、まあ、当時というのは5、6年ぐらい前ですけども。なので、DSS デマンドサイドサイエンス社でも、クラウドの実績はあんまりなかったです。でそこからなぜクラウドを使うようになったかというとですね、親会社のオプトから、ちょっと大きめの案件をもらうんですね、ダイナミックバナーのスリーパス、まあ、あの DSP をカスタマイズされた DSP を、作っていたのになんで受託の案件もらってんだっていうと、この DSP があんまり売れなくてですね、受託をやることになってたんですけども、ダイナミックバナーのスリーパスという案件をもらいました。これは何かというと、スリーパスというのはサードパーティーアドサーバーの略で、第三者配信サーバーと呼ばれるものです。この図で言うと、これがまあ配信ネットワークになってるんですけど、ここに配信するためのタグだけを入稿するみたいな形で、入札の仕組みは自分で持たずに配信バナーをペロッと出すところだけを担当するというのが第三者配信サーバーですね。なので広告系の配信なんですけど、100ミリセクは大ではない、まあ、厳密にそういう規定があるわけではなく、しかも配信系広告を配信しているので止められないと。他もミッションクリティカルな仕組みもそうだと思いますが、広告配信のサービスは1時間止めるといくらになる、まあ、いくらの損害になるというのが明確に出ますので、止められませんと。で、当時 DSS 社は少ない、非常に小さい会社だったので、少ない人数で開発運用しないといけないと。でプラス、DSP を作っていた頃にですね、オーディエンス DB というので苦労したんですけど、オーディエンス DB というのは、広告配信は、一人一人にターゲティングして配信をします。その一人一人の情報を、貯めていく巨大な、まあ、よくある、まあ、よく KVS が使われるんですけど、それをオーディエンス DB と言ってるんですけど、それで、結構苦労していてですね、まあ、当時はレディス、オンメモリデータベースのレディスを使ってたんですけど、レディスクラスターとかもない時代だったので、自前でシャーディングロジックを書いてシャーディングするというちょっと頭のおかしいことをしてまして、結構いろいろ構築もメンテナンスも大変でしたと。っていうのがあったので、まあ Amazon DynamoDB だったらそういうのは苦労しなくて済みそうだなとか、レッドシフトを使えばログ収集基盤も簡単に作れそうだなということで、まあ、そうだ AWS だという形で AWS を使って作ろうとしていました。とはいえ、まあ、成果を出すには、AWS しかない、特に DynamoDB と RedShift を使って、広告配信システムを作るのがいいだろうと思っていたんですけど、当時の DSS 社では、実績がほぼなかったので、まあ、このようなちょっとちっちゃくて見えないと思うんですけど、あとはまあ数字的にちょっと恥ずかしいやつがあるのであんまりあれなんですけど、こういう試算シートをですね、インプレッションがどんくらい出たら、いくらぐらいになりますよというのを独自に組んで、まあ試算値という形で、見せることで、まあクラウドだとこのぐらい伸縮性がありますよと、まあスモールスタートスモールスタートもできるし、その後のスケールもしますよというのをアピールして、採用していただきました。というわけで、AWS を採用して、先ほどのダイナミックスリーパス、ダイナミックバナーのスリーパスの、構築に踏み切ったわけですけれども、出来上がったものがこちらです。ダイナミッククリエイティブユニスというサービスなんですけど、今右側でちょっとパラパラ簡易的になってますけど、これはデータフィードという、商品データのマスターデータみたいなものですね。それをもとにユーザーの見た商品に合わせてこのように動的にバナーを表示させるという仕組みです。このユニスという製品自体はオプトのために作って、今も現役で提供されています。でユニスの AWS で組んだ時にどういうふうな感じだったかっていうのがこの図なんですけど、まあ、字がちっちゃくて全然見えないと思いますけども、まあ、概要だけご説明させていただくと、そんな変わったことは一切してなくて、配信サーバー、広告を配信したり、まあ、インプレッション情報を吸い上げるサーバーがあって、その裏に DynamoDB がいて、オーディエンスデータベースとして動いています。で、各種ログは、S3 に吸い上げられて RedShift で集計して、集計したものや、まあ、配信設定などを
管理する管理画面が別に立っていると、まあ、よくある、広告配信系のシステムみたいな感じで、構築されています。で、まあ、会社として、フル AWS で、開発してみての感想なんですけども、やっぱりまあ構築や運用が早くてしかも楽だっていうことは、痛感してます。当時 4,5 人で全部やったと思うんですけど、AWS オンプレを使ってたら 4,5 人ではできなかっただろうなと思ってます。で、DynamoDB や Redshift は期待通り、便利だなという感じで、まあ、使ってらっしゃる方も多いと思うんですけど、あとはまあ当時、私そんなに CDN っていうものを使ったことがなかったので、クラウドフロントはまあ便利だなと、 S3 に入れておくだけで勝手に CDN になるみたいなのはすごい便利だなと思いました。で、予想外だったところなんですけども、広告配信で、要求されるレイテンシーの部分は、あんまり気にならなかったです。まあ、厳密に、規定があるわけではないので、そこに比べてどうかっていうのはないんですけども、体感値でいうと、まあ、特に問題なく配信できているといった感じです。あともう一個が、まあ、リリース当初ではないんですが、マネージドサービスはある程度理解してないとハマるなというのは、痛感しました。まあ、DynamoDB の話なんですけど、DynamoDB はまあ巨大な KVS というかフルマネージドの巨大な KVS ですけども、まあ基本的には、キーを適切に設計していればボコボコ入れてボコボコ読み出すだけでいいと。あとは、DynamoDB というのは、読み込みと書き込みのキャパシティが重量課金になっているので、それを適切に設定していけば勝手に、スケールしていくよというものなんですけども、データが大きくなるとですね、パーティションというのが存在するんですね。まあ、触れたことある方もいるかもしれないですけど、データが巨大になってくると、まあ、分散ノードみたいなパーティションという概念でどんどんデータが分かれていって、設定したキャパシティというのはパーティションで分かれるんですね。なので、たくさんキャパシティを設定しているつもりでも、一つのパーティションのキャパシティはそれで割った値になるので、一個にたまたま集中しちゃうとキャパシティオーバーになってエラーになるみたいな、そういう、まあ、仕様独特のハマりどころみたいなところがマネージドサービスはあるなと思いました。はい。で、アドプラン V7 と一大プロジェクトというお話に行きたいと思います。ユニスの構築に、まあ、ある程度成功して、親会社の方からまた大きな案件をいただいてます。アドプランは、延べ導入者数1500社を超える広告効果測定ツールと、2000年代初頭前世紀ですねから存在し、まあ、オプトの広告代理店としての成長を支えたツールです。で、当時バージョン6まであったんですけども、まあ、オプトテクノロジーズを作った動機のと同様なんですけども、技術的にはさまざまな課題があり、抜本的な解決が望まれていましたと。で、これを、まあ、作らないかという話を親会社からいただいたんですが、まあ、何せ大きいサービスだったので、まあ、どうやっていけばいいのかっていうところも、ありました。で、まあ、ユニスの成功をベースにっていう感じなんですけど、やっぱりまあ AWS 前提で行こうと思ってました。その当時DSS 社は10人ぐらいの会社だったので、その10人ぐらいで、それなりに大きいアドプランというシステムを作っていくには、まあ、AWS で行くしかないと。で、特にあれですね、リプレイスして、技術的な課題を解消するっていうこともあったんですけど、その後のプロダクトの成長っていうことも、考えていたので、十分にスケールするクラウドサービスっていうと、まあ、開始時点で AWS が最有力だったなと、今思っても思います。加えてですね、アドプランの開発から、オプトテクノロジーの設立に、話がつながっていっています。アドプラの開発を、進める中で、DSS メンバー、子会社の方ですね、子会社の方のメンバーを親会社のオプトに移籍するということをやろうとしています。まあ、なぜかというと、一番最初に説明したオプトテクノロジーズというものを、オプトに作ろうという話があったので、アドプランの開発を続けつつ、まあ、エンジニア採用やエンジニア向け制度の整備を行い、まあ、本格的なエンジニア組織を作っていくことになりました。なので、オプトテクノロジーズの中核メンバーは DSS メンバーだったりします。はい。
で、この後はこのアドプランという、まあ、それなりに大きなプロダクトを作りつつ、オプトテクノロジーズがどういうふうに作られていったかっていうのを説明していきたいと思います。まずですね、R&D 版というものから始めてます。これはAWS でアドプランが作れるのかという POC のつもりで R&D 機関を設けてやってます。アドプランというのは広告効果測定ツール、広告を出したらいくらぐらい返ってくるよっていうのを可視化するツールなので、まあ、クリックだったりだとか、ページに遷移したりだとか、その後商品購入したりだという、ウェブ上のマーケティングに関わるようなイベントを、トラッキングするんですね。で、そのトラッキングするサーバー、計測サーバーを、AWS で組めるのかということがあったので、まあ、時代はデータストリーミングだということで、キネシスに挑戦してみました。ただキネシスは、まあ、言っても計測サーバーってそんなに複雑じゃないねとか、キネシス自体それなりに、複雑な仕組みになっているので、メンテナンスしやすい形で構築というか、コーディングするのは難しいねっていうことがあって、残念ながら断念しています。一方で、計測するところはそれなりにシンプルなんですけど、計測したデータをどうやって集計して見せるか、いろんな集計軸のニーズがあって、まあ、それによって、広告主の方が、広告の、費用対効果を判断しているので、そこの膨大な仕様をどうやって整理し、作っていくかっていうのも、結構難航していて、なのでまあ走りながら考えましょうというか、作りながら、仕様を整理していくという方向に、なった時です。オプトテクノロジーズの状況としては、まあ、蘇生前週で、まあ、ちょっと影も形もないというところですね。まあ、こういうなんかエンジニア組織みたいなのはやりませんかという話がちらちら現れた頃ですね。で、構成図については、まあ、集計基盤がちゃんとないのであれなんですけど、気にしてたらこの辺にいて、ウヤーっとこう計測データが入ってくるみたいな感じになってます。で、その後ですね、社内向け初期版というものを作ってます。これも、R&D 版と同じぐらい、半年弱ぐらいの期間ですけども、作りながら複雑な仕様を整理する形で進んでましたと。で、基本的な機能は画面も含めて大体できたんですけど、まあ、当時レッドシフトでほとんどの集計をやってたんですね。構成図でいくと、まあ、ここからここまでは大体R&D と同じというか、まあ、キネシスがいないだけなんですけど、まあ、キネシスの代わりに、まあ、普通にフルエント D で S3 にログを集めるみたいな形になっていて、データをこのように集めて、S3 からレッドシフトにデータをロードして、ちょっとこのレッドシフトの、これレッドシフトのマークなんですけど、これが4つ並んでるのがちょっと気持ち悪い感じですけども、集計の仕様が複雑なので、レッドシフトが4段階あって、だんだんこうサマリー流度が変わっていくみたいな、そういう仕様になっていて、まあ、そういう仕様になっていたら集計時間に、まあ、が結構かかってしまいますのよねということで、集計時間に、結構大きな課題を抱えたまま、社内向け初期版はできたという感じです。で、オプトテクノロジーズの状況としては、だいたいコンセプトが固まって、発足に向けて準備開始をしたといった状況です。正式発足が2016年4月なので、そのまあ、結成前夜という感じですね。まあ、オプトという会社は当時先ほども申し上げた通りエンジニアがあんまりいない会社でしたので、その営業文化が強い会社にエンジニア文化を作っていくということで、まあ、どうやったらできるのかみたいな話を、オプト側や、まあ、DSS 子会社側と話して、議論していったといったような段階です。で、製品版ですね、これは長くて1年間あるんですけど、社内向け初期版っていうのを出した後に、社内向け初期版で見えたいろんな問題を解決して、きちんと製品として、ちゃんと商品になりうるものを作ろうということで、製品版という期間を、設けました。これが去年丸1年、かかっているっていう形なんですけど、集計にまず集計に、Amazon EMR を採用することで、集計時間を大幅に短縮しています。さっきこの辺にあったあのレッドシフトが全部 EMR になって、あれですね、アドホックに EMR のインスタンスを動的に立てて、集計を進めるといった仕様になっています。
で途中で、ここには書いてないんですけど、大体夏ぐらいに限定プレリリースという、一部のお客様に、ご協力いただいて、ちょっと使ってもらうみたいな期間を設けてまして、それに間に合わせるために、結構あのビジネス側も開発側も、結構頑張った、結構疲弊したということがありました。でまあ、それをする過程の中で、結構コミュニケーションの問題とかもいろいろあったんですけど、まあ、なんとかあのポジティブに解決していかなきゃということで、いろいろ議論を進めていった結果、あの現場の方から、スクラムチームがやりたいというふうな話が出て、実際にスクラムチームをやっていくといった、チーム面での、まあ、成長というか、改善というかっていうのが、ありました。でまあ、スクラムチームになって、限定プレリリースを、こなしながら、実際の正式リリースに向けていくといった状況になってます。で同時にオプトテクノロジーズはどうだったかっていうのを、4月に正式に、設立しましてプレスリリースを出しました。で設立といっても、まあ、プレスリリースを出したっていう、まあ、ぐらいって言ったらあれなんですけど、実際にはもうすでにエンジニアが何人もいて、採用も続けてるっていった状況になったので、このアドプランという大きな製品をやったり他のプロダクトをやったりしながら、エンジニア組織として改善を続けていってると、まあ、もちろんあの営業が多い組織に、ちょっと異文化な、集団を作ったっていう形だったので、まあ、あのお互い の考え方だったり、そういうものをすり合わせながら、チームとして組織として、だんだんいい感じにしていったというのがこの製品版だったと思います。で、今年の1月ですね、アドプランバージョン7という形で正式リリースさせていただきました。でこちらの事例は、AWS 様の方で、導入事例としてご紹介していただいてまして、私も出てますけど現場のエンジニアとあとビジネス側企画側の人間ですね、もあのいろいろ回答させていただいてますので、よかったら見てみてください。まあ、AWS 導入事例オプトで検索すると出てくると思います。という形で、アドプランという、大きい製品をやってきたんですけど、同時に AWS は他のプロダクトでもいろいろ使われるようになってきました。去年、まあ、去年だけではないんですけど、主な、オプトテクノロジーズが成長してきた2016年に主に始まったサービスいろいろあるんですけど、それらはほとんど AWS で構築されてます。このつながるっていうのは LINE 連携をするようなサービスで、2016年ではないんですけど厳密にはこちらはユニスで先ほどご説明差し上げたダイナミックスリーパスですね。でこれも厳密には2016年じゃなかったと思いますが、スピンアップというアプリ向けの広告効果測定ツールみたいな製品です。であとはまあ今ご説明させていただいたアドプランという広告効果測定ツール、そしてフィードターミナルというユニスでも使っているのはデータフィードを使うサービスなんですけど、これはこの後ちょっと説明させていただきます。で他には右側のこのパフォーマンスプラットフォーム、これアムズっていうんですけど、アムズ、レポートファクトリー、ホルシーという製品はこれはセントラルプラットフォームと我々は呼んでいて、社内向けの広告運用をお助けするツールみたいなものですね。これでこちらについても、後ほど説明させていただきます。で、まあ、まず、プロダクトのご説明なんですけど、フィードターミナルですね、これデータフィード管理ツールなんですけど、データフィードとはレコメンド広告、先ほどお見せしたユニス のパラパラなるような、ダイナミック広告を作る元データを管理するツールです。データフィードっていうのは、大体まあ CSV フォーマットだったりして、まあ商品マスターみたいなデータが入ってるんですけど、それをですねお客様が持ってるもともとのマスターをいただいて、レコメンド広告っていうのはユニスに限らず、いろんな会社さんが、提供されているので、それぞれの会社さん媒体者さんが、求めるフォーマットに合わせて入れないといけないんですね。なのでそこ の違いを吸収というか、そのデータフィードの管理を一元管理できるよみたいなツールがフィードターミナルでして、裏側としては Amazon EMR を使って、スケーラブで高速なバッチ処理っていうのを実現しています。データフィードっていうのは、大きいものでいうと100万行を超えるようなデータを、1日に何回か、処理をして更新するっていうことを、やらなくてはいけなくて、
その処理する内容も、結構まあ、ビジネス要件に合わせて、広告にこういう情報を出したいみたいな要件に合わせて結構変わるんですね。なので、その要件に合わせたものを、自動的に管理して、出力してくれるみたいなの処理のところで EMR を使って実現しています。でもう一つが、セントラルプラットフォームですね。厳密に言うと、いくつかプロダクトがあって、それをまとめたまあ、プロジェクトというか概念なんですけども、社内向け広告運用オペレーションのための、いろんなデータベースだったりツール群です。サービス自体は、まあ、レポートを自動化したりだとか、広告効果を横断してみたりだとか、いろんなものがあるんですけど、AWS ならではというところでは専用性接続サービスを使って、まあ、社内システムのオンプレ環境とつないで、社内システム側の認証情報を使って認証するみたいなことをやってます。でプロダクトでは今こうやっていろいろ使われるようになってきたんですけども、中には、まあ、連携するというか AWS を使っていることでシナジーが生まれるみたいなことが起こってます。アドプランという広告効果測定ツールは、まあ、集計に EMR を使ってたんですけど、これで EMR を使ったことで、ユニスの方でも使ってみようという形になって、ユニスの方では機械学習で使われています。でそれの影響もあって、最後先ほど説明した、フィードターミナルでは、データ処理に EMR を使われるといった、事例が起こってます。まあ、Amazon の製品いろいろ情報も多いと思うので、まあ、自分で調べて使えれば使うっていうこともできると思うんですけど、まあ、誰か近くにいる人が使っているとやっぱり心理的障壁がちょっと少ないというか、まあ、あの人が使ってみるならちょっと使ってみようかっていうのは起こりやすいので、特にまあ EMR はちょっとまあ導入障壁ちょっとあるかもしれない、ちょっとややこしいシステムを作んなきゃいけない部分もあるので、まあ、他に使ってる人がいると、導入しやすい部分はあったのかなと思ってます。はい。で、このように、社内で AWS を使っていくことで AWS の利用が広がったりだとか、新しいことにチャレンジしていったりだとかっていう事例が生まれてるんですけど、それは結局どういうことなのかっていうのを、最後、まとめさせていただければと思います。まあ、改めてですけど、なぜ AWS だったのかというところで、まあ、重量課金だったり、リードタイムが小さかったり、スケールが優位だったりっていうのは、まあ、クラウドならではのメリットとして、まあ、いろんな方が指摘されるところで、我々も、これのメリットを目当てに使っているところもあるんですけども、まあ、開発組織に組織という意味でどういう作用があったのかなっていうのを、私なりに分析してみました。まずですね、インフラ専任者がインフラ担当が少ないかいなくてアプリケーション開発が回せるなというのがあります。これまあ時々指摘される方いらっしゃるところですけど、アプリケーションエンジニアがインフラ担当を兼任すれば小規模なものであれば全然回っちゃうということが多いので、まあアプリケーション開発にリソースを回しやすいですねと。でプラスインフラ専任者という形でエンジニアリソースを確保しなくていいので、まあ、エンジニアを集めやすく分かりやすい成果を出しやすいと。で、さらにですね、まあ、インフラ関連でいうとインフラストラクチャーアズコードがやりやすいということがあると思います。インフラストラクチャーアズコードっていうのは、まあ、設定ファイルとか、構成管理ですね、インフラのミドルウェアなどの構成を管理するものを全てコードでやろうという概念ですけど、うちの場合はアンシブルという構成管理ツールをメインで使ってるんですけど、アンシブルでやることで、まあ、クラウド環境の中ではそれがやりやすいなと。特にはまあ AWS SDK がすでに一通り揃っているので、アンシブル経由で AWS SDK を使えば一通りのことはできてしまったりだとか、まあ、インスタンスそのものの管理も、クラウドフォーメーションを使って、うちの場合はクラウドフォーメーションを雲型っていうツール経由で使ってますけど、そういう形で、全てをコードで管理するっていうことがやりやすいなと思っています。まあ、これによりインフラ専任者が少ないっていうのもあるんですけど、運用コストが下げられるので少ない人数で回しやすくなるといったことがあると思います。で、開発とビジネスで共通言語ができるっていうの、これはまあ当たり前っちゃ当たり前のような気もするんですけど、 AWS を使って開発をしていくと、まあ、S3 がどうだとか
レッドシフトがどうだっていう話が、プロジェクトの中で自然と出るようになるんですね。で、まあ、でビジネス側の方も、まあ、それなんだよっていうふうに最初はなるんですけども、開発の側からきちんと説明していくことで、あ、言ってたやつねみたいな感じで、AWS 独自の用語がだんだん共通言語になっていくかなと。まあ、ついでに言うと、まあ、レッドシフトって言っておくとなんかすごそうと思ってもらいやすいっていうのもちょっとあるんですけど、まあ、コミュニケーションにおいてきっかけの一つになったりだとか、独自の用語ではないので、いや、AWS 独自であるんですけど、自社独自の用語ではないので正確性の高い、コミュニケーションになっていくかなと思います。加えてですね、まあ、新しいことが試しやすい土壌ができるっていうのがあります。これが実は一番大きいかもしれませんけど、AWS には、本当に次々に新しいリリースがあります。今月もリリースがあったと思うんですけど、まあ、新サービスのリリースだったり機能改善だったりあるいは価格の改定だったり、次々に、どんどん新しいリリースが出てきます。で、まあ、それを、まあ、リリースの情報をキャッチして次々と試すうちに、まあ、AWS に限らずですけど、新しいことを試しやすい土壌というか、新しいことをやっていいんだっていう土壌が、自発的に生まれやすいなと思っています。まあ、先ほどご説明差し上げた EMR っていうのも、まあ、EMR の利用実績だとそんなに早い方ではないですけど、それもリリースなどがあって、エンジニアが自発的に使ってみたいというところから始まっているので、何かを試すっていうことが、まあ、やりやすくなってくるかなと思います。まあ、なので、以上から、開発組織を、まあ、質の面でも量の面でも成長させやすいんじゃないかなと、思っております。なので、まあ、スタートアップの方だと、まあ、当たり前のようで AWS 使ってらっしゃると思うんですけども、まあ、自社内開発組織の中で、まあ、ちょっと新しいことをやらせてみたいですとか、それか、まあ、今まで、やってた 方法で、まあ、行き詰まりじゃないですけど、まあ、ちょっと違う方法がないのかなって思ってる時に、まあ、AWS を持っていくと、まあ、自発的に開発組織が成長していったりだとかっていうのはあるのかなと思っています。で、最後にですけども、まあ、クラウドインフラのメリットだけでなく開発組織に与える好影響という意味でも AWS にはさまざまな点で助けられたと思ってます。まあ、正直オンプレだと作れなかったものが結構あると思いますし、まあ、意識だったり挑戦するっていう意味でも引き上げていただいたっていう点は否定できないなと思っております。なので、まあ、これからも AWS をどんどん利活用していきたいなという結びとさせていただきます。はい。で、ちょっとだけ宣伝なんですけど、オプトテクノロジーズではエンジニア向けイベントを、不定期開催しております。面白くてためになるをモットーに、様々なテーマゲストで継続開催しております。次回は今月末なんですけど、市ヶ谷ギークナイト、これロゴですね、このロゴのサイトというかコンパス上に、まとめサイトがありますので、市ヶ谷ギークナイトで検索していただくと、情報が得られるかなと思います。ちょっと次回のテーマはここでは言えません。はい、ご清聴ありがとうございました。オプトの平井真二郎様よりご講演いただきました。ありがとうございました。